オープニングはないのか別に。オープニング今回ないよ。じゃーんじゃーんじゃーん爽快心だからねあれ。生田のオープニングもちょっと後ほど。いや勘弁してくださいよ。あ、間違えした、これ何だっけ、あと外出自粛期間、なんでも自粛期間応援商品なの、ベタ焼きシグマの15ミリフィッシュアイF いくつ2.8 です。なんだこれスペースがでけえなと。通知いっちゃうよ。トモロスリング発売になるんです。リロードすれば多分直んない。通知が、最初の通知が、それでいっちゃう、まあ、しょうがない。早いな、この4人、5人。これもう始まってるってこと？あ、裏側が音だけで流れてるって。音声だけって。音出ちゃってるみたいですね。これ忘れてる。ちょっと待って、これ準備してるんだ。ほんとだ、画像。よいしょ。こんな、BGM も準備もしてねえよ。さあ、参りましょう。参れるんですか。多分やり方はよく分かってないけど。さあ、参りましょう。始まってますよって。わあ、来た来た来た。はい、皆さんこんにちは、アート先生ですよ。今日は1日目ですね。ということで皆さん、いやー、この最初ね、このスタジオから今日はお送りしていこうかなと生だるの方ね思っておりますけれどもね、まあ、今日はこのスタジオからお送りしていくわけなので、ちょっとこの生だらのね、なんていうの、この配信が初めてなので、ちょっと少し音声だけが序盤流れておりましたが、すいませんでした。ということで、ヨッピさん、マサイモンさん、カツミさん、キズナさん、カニオンさん、ナナミさん、さくらさん、ありがとうございます。カツミさん、トモロスリング発表に騙されてきちゃった。そう、多分さくらさんは絶対そうだと思う。あ、これ私見なきゃって多分思って、多分ね、見てくれてると思うんですけどね。多分もう今頃いないんだと思います、オート先生かつってね。なんだあ、仕事しようってなってると思います。達也渡辺さん、吉弘池口さん、ロサンゼルスやすさん、くまさん、伊藤祐介さん、マックスニコニコさん、くんくんさん、コージ平田さん、キミさん、テイク RP さん、さくらさん、こんにちは、声でかい。怒られちゃった、さくらさんに。ボリューム調整もクソでしたから。ああ、なるほど。ルートレス山崎さん、七海さん、テイスト違うなってね。片谷さん、片谷220さん、うるさいです、こんにちはってね。七瀬さん、指毛が気になる、そうでしょ。こうちょっとこう指毛をね、こう皆さんにこう見せながらこうやっていこうかなと思ってますけどね。むつじひつじさん、こんにちは、最初だけって、ね、ありがとうございます。さくらさん、何かと思ったってね、そうですよね。最初の多分タイトルがね、ちょっと間違ってましたからね。鏡しのぐさん、こんにちは。おぶたん、おぶた、おぶ、おぶ、おぶちゃんさん、テンション高ってね。はい、かずみさん、さくらさんってね。かずみさん、騙されたってね。くらちもさん、きっさん、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 こんにちは。はい、ということでね、おと先生のな、
総会心じゃないや、こんな総会心って言っちゃうな、生だらね始めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんここから30分のほどねお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ただ音先生には今日あの自分のスマホじゃないので、配信時間がここには一切表示がされていません。なので時間見ればいいじゃん、ここ時計見ときゃいい。じゃあまあだいたい4時過ぎぐらいまでね、やればいいってことですね。はい、4時10分ぐらいまで、やっていこうかなと思っておりますので、まあ多分ね今日あの生だら結構見てくれてる人からすると、多分この配信の音は多分ちゃんとこのマイク使って喋ってるんで、ちょっとあのきちんとねあのはっきりこう皆さんの耳元に行き届いてるのかなと。いつもあの、スマホのスピーカーじゃないマイクから拾ってるからね。あ、秋役さんもこんにちはね、はい、あ、天秤エイチさんもこんにちはね、達也太郎さん声張りすぎってね怒られちゃいましたけどね、まさみもさん無制限って、無制限ではないです。あ、赤部さんもこんにちは。さあということでね、今日ご紹介していこうかなと思っておりますのはね、何かと言いますとね、はい、こちらですよ。よいしょ、え、あ、まあいいけど、はいね、皆さんね本当に今音先生、まあ、たまにねあの冒頭でお話をしてたりもしますけども、やっぱりこの外出自粛期間ね、お家の中で皆さん何してるんですかってやっぱりお店にね来るお客さんとかにやっぱ聞いたりしてると、やっぱりお家の中でねにずっといるから、まあ、片付けをしたり整理整頓をしたりする方が多いんですよっていう風にやっぱりおっしゃってるんですよ、うん、でその中でも佐藤カメラに来てくれる方って、やっぱりこのお家の中で整理していたら昔の写真が出てきたから、これを綺麗にね補修してほしいとか、ね、ネガフィルムが出てきたからこれを焼き増ししてほしいとか、現像してないあの、フィルムが出てきたから映るんですとか出てきたからこれを現像してほしいとかね、お家の中整理してたら昔のデータが出てきて、これまだね現像してないプリントしてないからぜひね、プリントしてほしいとか、やっぱりこう自分の中でね皆さんが普段こう生活してる中でなんかどっかでね忙しかったら後回しになっちゃってる、そのうちに忘れちゃったものってあると思うんですよ。これはまあ写真だけに限らずね、うん、でやっぱりあのそんな中ですね、まあ写真という皆さんの思い出や作品という部分に関して整理をしていくね、って言った時にですね、まあ皆さんね多分お家のパソコンだったりスマートフォンだったり、まあ、クラウドだったりそういったところにですねやっぱりデータっていうのはたくさん眠ってると思いますね、やっぱりねそういう風なデータというものっていうものを、まあね、大戸先生のこの生だら、ね、外出自粛期間応援の生だらを始めた頃の、なんだ、結構、ま、あの冒頭でね、あ、ぐんちゃんさん、スパチャありがとうございます。ね、冒頭で、大戸先生のね、まあ、あのベタ焼きっていうのを、まあ、ご紹介させてもらって、かなりの本当に反響をいただきまして、お届けまでねちょっと数週間かかってしまった方も中にはいらっしゃるぐらい本当にこうかなり、いただいたんですけども、あの時にやっていたんだ、あのやった時にですね結構あの見ていた方が、あこれもう、申し込みしたい注文したいと思って一生懸命データ整理したんだけど、ね、その時にちょっとね、もう終わってしまった、いついつまでって僕いついつまでですよって日にちをね指定していたので注文ができなかったとか、あとは注文してくれた方の中からも結構あのメッセージとかでまたやらないですかってちょっと追加でやりたいものも出てきたんですとかねいう方も声をいただいたりだとか、あとはやっぱりこの、このベタ焼き、この皆さんねこの僕の背景に映ってるのがさっきね僕が言っていたこのベタ焼きっていうものになってるんですけども、まあ、これ一体何なのかっていうものをねもう一度ご紹介していきたいなと思っておりますね。もうそういうふうにね写真を整理しているデータを整理している中でぴったりのプリントの商品になってまして、この今僕がこの持っているこのペーパーがこれ A4 サイズです。一番多分馴染みがあるサイズだと思いますけども、この A4 サイズの、写真用紙、これちゃんと銀塩プリントの用紙になってます。この銀塩プリントの写真用紙の中に、写真のコマが18コマ入りますね、18コマ、うん、で、これはもうオーダーいただいたものはすべて、
全部このベタ焼きというものにプリントがされます、ね。で、このベタ焼きというのはこのねアップの方のこの背景のね、僕の背景の方を見てほしいんですけど、ここにまあね、写真ももちろんそうなんですが、まあ、ここにねちょっと小さくあるのが、まあ、写真のコマ版連番ですね。写真一枚一枚にデータのところにね、ファイル名っていうのがつきますし、さらにこれここのが見やすいかな、ここにね撮った日にちがちゃんとプリントに入るんです。なので、撮影した日にちまで入って、写真を撮った写真と、ね、番号が見えるっていうのはすごくね後から見返した時にも、あ、いつ頃の写真なんだなっていうのが、すぐに一目瞭然で見ることのできるのがこのベタ焼きのまずいいところ、うん。そして、これはね A4 のこれクリアファイルになってます。でクリアファイルになってるんですけど、これ写真用のものになってるんで、この背景が黒の台紙になってるんで、こう隙間のところがねこうやってあの黒が見えますよね。で、背景が黒なのできちんと写真がねこう映える、写真映えがするっていうような色合いにもなってますし、このビニール、上の部分のビニールが本当にね完全透明なんです。乳白色とかあのそういうあの書類用とかね、本当に保管するだけの、あのクリアファイルなんかもあったりしますけど、これはきちんと透明になってるんで、すごくこの写真自体が見やすい、うん、ものになってます、うん。でこういうふうに皆さんがね今までに撮影したこの写真で写真というものをまずはねいろんな、まあ、佐藤カメラプリント商品ってありますけども、こういうふうにベタ焼きをすることで1ページでね、36コマの写真がこうやって一目瞭然でね見ることができるわけです。やっぱりこの思い出っていうのはね、例えば皆さん、じゃあお家でねプリントしたことないよって人も、例えば画面上で写真を見るときに、例えばスマホで見るのと大きなパソコンのモニターやテレビで見た時の感動って違いません？ね。そうすると写真って結構ねその一度に一回の思い出をバーッとこう見ることができた方が、やっぱりその視覚的な効果だったりとか自分の思い出を一気に振り返ることができるっていう意味では、あのたくさんね、一覧で見るという方が、あ、ここも行ったな、あ、ここも行ったな、ね、あ、こんなものも食べたなとかね、あ、こういう人たちと一緒に行ったんだなとかね、そういうこう記憶っていうものも自分がちょっとこう、記憶の薄い、薄くなってきてる部分だったりとか、あんまりこう記憶に残ってない部分だったりとかっていうのも、この自分が撮った写真を見返すことによって思い返すことができるのがこの写真の力なわけですよ。でこの写真の力というのをまずは一番お手軽にね、プリントして見ることができるのがこの、ベタ焼きというものになってます。そして、大戸先生ピックアップ付きっていうのが多分ねこの動画のタイトルにも なってると思うんですが、この大戸先生のピックアップっていうのは何かと言いますと、皆さんに、写真データを送っていただくわけです。ね、佐藤カメラのオンラインショップから大戸先生ピックアップ付きベタ焼き、佐藤のベタ焼きっていう商品名があるので、そのカートから入っていただくとデータ送信の、フォームがあって、で、まあ、そこでね720コマとか1440コマとか360コマっていう、まあ、コマのね、指定数、上限の指定数があるので、そのコマ数をデータを僕に送っていただきます。で送ってくれたデータの中からね、普段はキャビネサイズっていう、サイズ、だいたいまあ A5 ぐらいのね、A4 の半分ぐらいの、ね、A4 の半分よりもさらに一回りぐらい小さいサイズで、大戸先生がこれすごくよくいいじゃんっていう写真を、プリントして、さらにまあそのプリントを皆さんのね、ところにお付けして、で一緒に発送していたんですけども、大戸先生ピックアップっていうのがこの期間限定でこの A4 サイズにフル画面で1枚プリントをしたものを皆様のお手元にお届けしようかなと思っております。ね、これがですねめちゃめちゃ人気だったんですよね。あのやっぱりね、人に写真見てもらって選んでもらう、例えば大戸先生の総会心っていうのは皆さんが自分がいいと思ったものを、1枚選んで僕がまあ会心させてもらってますけども、今度は皆さんがね、
送ってくれた写真プリント、あと写真のデータの中から、ね、数百枚の中から数千枚の中から僕がその中から、ピックアップをして、この写真がいいんだよ、ね、客観的に見るとこの写真すごく素敵だよっていうものをピックアップして、一緒にお送りします、ね。なので普段ねこの A4 サイズのプリントっていうのは1枚確かね、多分ネットプリントでも500円ぐらいすると思います、ね、500円から700円はしないか、まあ、500、600円ぐらいの価格設定になってると思うんですけど、それがつくわけです、ね。で、このファイルも、ね、写真用のこのアルバムというものも A4 のファイルになってますから、この A4 のフル画面でプリントした写真というのもきちんと、ね、ここに一緒に収納して見ることができるようになっているわけですね。なのでね、やっぱりね、この特にほらこれからゴールデンウィークが始まるわけですよ。ゴールデンウィークが始まってきたとしても、このゴールデンウィーク期間中というのもなかなか皆さん外出ができない、ね、わけですよね。お出かけもできない、旅行に行く予定だった方も旅行も行けないね、お家にいる時間がもっともっと長くなる。今年のね、まあ、本当に多分あの今までよりもね、お家にいる時間というのが非常に長くなると思うんです。だからお家の中でねできることね、毎日退屈だなと思ってる人もいるかもしれませんけども、こういう時だからこそね、皆さんは、自分の持っている今まで取りためた、ね、去年の1年間を振り返って、それで作ってもいいじゃないですか、ね、今年のお正月たくさん取ったんだったらそれでもいいじゃないですか、直近に行った思い出の、ね、旅行だっていいじゃないですか、ね、多分皆さん直近のイベントだったり、ね、直近のイベント思いつかないなって人は去年1年間振り返るっていうことをしてみてもいいんじゃないでしょうか、ね、それを見える形の思い出にする、ね、データ上で、ね、タップしたりクリックしたりスクロールしたり見るんじゃなくって、自分自身の思い出をきちんと形に残すっていうこと、これが非常に重要だと思います、ね。そして、このねアルバムありますけども、アルバムの、ね、色も何色かあるので、このオンラインショップの方から、アルバムの色も選ぶことができまして、皆様のご自宅に届くときにはこのアルバムにセットされた状態でお届けされます。なので、お家に来てアルバムと写真がバラバラで、ね、自分で、ね、入れるんじゃないんですよ、ね。なので、このアルバムにセットされた状態で、ね、お家に届くので、そういう意味ではですね、もう本当に届いたらもう家族みんなで見る、ね、もちろん自分一人でも楽しむこともできると思います。なのでやっぱそういう風にね、ちょっとこうデータ整理までなんとか頑張ったけど、プリントもしたんだけど、それをセットするめんどくささっていうものが、一つ省けるわけです、ね。なのでめんどくさいことは大戸先生に任せていただいて、ね、そしてこちらのね、大戸先生のピックアップ付きのベタ焼きの方ね、ぜひご注文をお待ちしております。ご注文方法は佐藤カメラのオンラインショップ、これ概要欄貼れますか？ありました、ありました、ありがとうございます、ね。この大戸先生の概要欄、なんかすげえずれてんの、あ、声がね、あっと映像が、映像が遅いんだ、あ、本当だ、そうですね、なんだろうね、いいよ、普通に喋って、はい、わかりました、そうですね、口が動いてるってなんかね、僕も止まっちゃうんですよ見入っちゃってなんかね、なんか重そうなやつはちょっと終了しちゃう、はい。なので、この皆さん概要欄に、佐藤カメラのオンラインショップ大戸先生の、ピックアップ付きベタ焼き、佐藤のベタ焼きというのがあるので、そこからご注文フォームに行っていただくと、360コマ、480コマ、780コマ、1440コマっていうのがあるので、そこから皆さんがね自分の好きなコマ数、ね、を選んでいただいて写真を送っていただくっていうふうになりますので、ぜひ皆様のご注文お待ちしております。見てる方も遅延してるのね。ああ、そうなんですね。なので、ぜひね、ちょっとまたこれかなりこう人気になってきてしまうと、ちょっと少しまた時間が、皆様をお届けするまでに時間がかかってしまうかもしれないんですけども、特にやっぱこのゴールデンウィーク期間中にはなるべくね、もう注文いただいた方はすぐにプリントを出して皆様のお手元に届けられるように精一杯励みますね。ゴールデンウィーク期間中にこう去年のゴールデンウィークの思い出でもねいいから振り返れることができるようにね、できればなというふうに思っておりますのでね、ぜひ皆様のご注文お待ちしておりますね。
あ、コメント読みたいんですか。そっかちょっと待ってください、はい、じゃあ今見えるところからね、ケーキさん、砂糖のベテキ美味しそうに思えたね、美味しそうだと思った時が注文する時ですからね、ケーキさんね。はい、タシさん、数千枚の場合データ送るの大変ですよね。データ送るのちょっと時間かかるけどね、でも数千枚一気に送るしかないんですよね。まあ数千枚一気に、そう、送るしかないです ね、 はい、はい、どうぞ、ね、はい、で、あ、なるほど、渡るさん、大人先生ですか、大人先生ですよ、そこの振りだったのかな。はい、ななみさん、遅延ってね、あ、秘密の子さん、こんにちは、ケーキさん、いや、お金がってね、さくらさん、最近いろいろなラジオ聞いてるけど、大人先生のお話は上位クラスだなと、ありがとうございます。まあ、その、どれだけの数を聞いてるかですよ、ね、あの、その上位っていうのも、上位何人以内に僕が入ってるかですけどね、その、まあ、分母とね、上位何人以内なのかっていうところが、まあ、一番の肝ですけどね、でも、褒めていただきまして、ありがとうございます。ケーキさん、あと1000枚ベテ焼きしたい旅行写真があったということで、もうケーキさん、これ今しかないですよね。ね、ね、カデさん、声が遅れて聞こえてくれるよってね、竹下沼さん、こんにちは。ちょっとね、コメントいっぱいだから、とりあえず、あの、こんにちは、こんにちはのご挨拶をね、優先して、ちょっと読んでいきたいかな。トメイさん、あ、これ、トメイさん、こんにちは。ひがなさん、こにゃなちは、ね、奥井よすかさん、こんにちは。赤部さんは読んだね。はい、ね、矢野ペンさん、こんにちは、また頼もうかなとお待ちしておりますね。ぜひ矢野ペンさんもぜひまたご注文お待ちしてますから、一応この、大戸先生のピックアップ付き佐藤のベテ焼きに関しては、あ、これあれだね、日付が、日にちがあるんで、言ってね、俺いつまでしようと思ったんだけど、ね、5月の10日にしようと思ったんだね、10日日曜日ですよね。はい、触ってダメなの、いや、これタッチパネルじゃないんじゃないですか、これかな、これでいくかもしれない、あ、いたいたいた、はい、5月の10日の日曜日まで、5月の10日の日曜日までのオーダー分に関して、この大戸先生のピックアップ付きで、さらに、このピックアップのサイズ、プリントサイズが、キャビネサイズが A4 サイズになるよっていう、もう素敵な、もう素敵なこのね、ものになってます。で、1440コマご注文いただくと、大戸先生のピックアップの A4 サイズは10枚になりますからね、10枚、これすごいでしょうね。なので、ぜひ皆様のご注文、5月10日まだこうかなりあります。ちょっと前回、あの、期間短すぎちゃって、結構ね、選ぶの大変だよっていう、あの、声もあったので、ちょっと今回少し長めにします。5月10日までになりますので、ぜひ皆さんご注文お待ちしております。あの、早めに注文していただいた方の方が、なるべく早めに、あの、納品できると思いますので、ちょっと後半になってくると、多分たくさん、もしね、注文があった場合遅れちゃいますので、ぜひね、5月の10日の日曜日まで、はい、あの、あ、そうそう、5月の10日の日曜日までです。安弘池口さん、1ページにつき8コマで前プリントしてもらったけど、今回もありますか。まあ、一応ご希望であれば、8コマの方でも、やりますので、ただ、まあ、金額変わらないですからね、いいんです、別にいいですよね。コマ数が変わるから、ページ数が増えますかね。増えますってことは、金額が変わっちゃうんだ。そうですね、追加になっちゃう、ね、じゃあ差額分が発生すると、はい、いうことになります。はい、なので安弘池口さん、もし8コマの場合には、追加の差額分がプラスになりますのでね、ぜひよろしくお願いします。タシさん、データ転送ではなく USB 送るのありなんですかね。まあ、それはありですよ。あの、もう大量にたくさんデータがあって、ちょっとデータ送るの大変だって場合には、あの、大戸先生宛てに、あの、 USB 用のデータでね、直接送ってもらえればそれで大丈夫です。葉月さん、こんにちは。鏡忍さん、自分の誕生日プレゼントに注文しようかな。いいプレゼントじゃないですか。自分の今までのね、あの、鏡さんも結構旅行行ってるじゃないですか。だから、やっぱそういう旅行行った時の写真っていうのを、ね、自分自身の思い出を、残すプレゼントっていいですね。それね、自分自身へのプレゼントってめちゃめちゃいいじゃないですかね。はいはい、ケーキさん、旅行ごとにページ替えもお願いできるのでしょうか。うん、あの、一応、まあ、旅行ごとにそれが分かるように、まあ、できれば、そうですね、フォルダ分けてもこっちで見られないんでしたっけ。フォルダが分かれちゃうと、フォルダ、あと送ってもらうやつにフォルダ管理ができないので。ああ、なるほど。じゃあ、またこう、それは、あの、個別でやれば。そうですね、うん、さっきの、あの、タッシーさんみたいな感じで、はい、USB で送ってもらうとか、送ってもらうとか、はい、その旅行の一応間違いがないように、旅行が、ごとにこう、何か分かるような方法、まあ、送ってもらうか、個別でなんか、あの、オンラインサーバーみたいなのを使って個別でやるのか、
例えばの Google のそうですねクラウド Google フォトフォトか、うん、とかフォトだとちょっと画質下がっちゃうから、あ、そうですね、 Google クラウドに上げてもらったものを共有してもらうとか、はい、なるほどそうですね、はい、確かになんかそういうちょっと別な方法であればはいできますよ、はい、そうですね、はい、それであればできます。いや普通に今日答えてるよ俺。なんですか普通に答えてください普通に答えてもらってできます、はいはい、なのでぜひそんな形で、はい、5月10日までになっておりますのでね、ぜひ皆さんご注文の方お待ちしておりますからね、あ、そうそう、ケーキさん、その旅行ごとにホルダー分けしてメディアで送ればいいのか、そうですね、あのそれで送っていただければ僕の方でホルダーごとに、作成してアルバムにセットしてお送りしますので、だからそうすれば旅行ごとにアルバム作ったっていいですしね、うん、ぜひそういう風にあのしていきましょうね、という形で、まあ、あの皆さんね、こういういろんな方法もできますので、ちょっとあのまず注文するしないに関わらずいろいろあの質問だけでもいいですから、あのお問い合わせでも全然構わないですからね、あの音先生のインスタグラムとかツイッターのメッセージで、してきてもらってもいいですし、たまにあの電話かけてくれる人もいますから、あのそういうあ電話かけてくれると第一発目の音先生いますかって言われて変わった時の一発目は音先生ですよから始まりますので、結構皆さんあのちょっと少しあの引くんですけど、あの僕はそれでもねあのめげずにやっていきますので、よろしくお願いします。あの音量だけ注意してくださいね、電話のね、はい、もうそんな大きい声で言わないけどね、電話の時はね。さあということで、こちらのベタ焼き、オートのオート先生ピックアップ付きベタ焼きになっております。詳しい方は情報は概要欄の方からいけますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあということでね、続きましてよいしょよいしょ、はいはい、続きましてもう1品だけあるわけですよ。3品紹介しちゃうと3品店長と被っちゃうんで、もう1品ね、大戸先生こう2品でね、はい、大戸は特にこう品数にね何も関係ないんですが、概要欄更新されなかった、概要欄が更新されてないそうです。これはやばいですね。まああの大戸先生の、どうすれば更新できるんだろう、終わった後にとかできるんですかね、はい、じゃあ終わった後にやっておきます、お願いします。はい、さあということでね、残りもう1品ご紹介していきたいと思います。残りもう1品はですね、あの前回ね、前々回ぐらいにもご紹介差し上げたこのシグマの15ミリのフィッシュアイ、前回ご紹介したのは、ニコン F マウント、ニコン F マウントの新品をご紹介していたんですが、いよいよあの新品もねおかげさまで、販売できまして、お店に展示していた展示品のこちらのアウトレット品がいよいよ登場しました。で、ニコンの F マウントもありますし、結構あの時にあのキャノンのねマウントがあったら僕買いたいなっていう人がいらっしゃいました。で皆さん朗報です。キャノン用 EF マウントも、このアウトレットでお店に展示していたショーケースに並んでいたこの 15mm シグマ 15mm フィッシュアイ F2.8 のアウトレット品がいよいよ発売されますね。いやー嬉しいね。これね、よいしょ、前も言ったようにこのね最近多分ここ半年か1年、あこっちね、要するに音先生が邪魔だから、そうそうそう、なるほど、あなるほど、もうちょっといいあこのぐらいでいいですか、これ慣れてないからなんかね。ではい、はい、このね、なんだっけ、あそうそう、15mm のフィッシュアイなんですけど、まずねこのキャップがねリニューアルされたのが僕すごく、右手で持った方が見やすいね、このコメントって見えてるんですよね、こっちね、これと見えてるんですよね、お客さんの方にもね、はい、このかぶせ式キャップが初めてじゃないでしょ、このコメント初めてじゃないけど、時間がいつもよりほらこの出てる時間がいつもより長いじゃないですか。あそうだ、ね、はい、なんでちょっとあんまりこう今まで気にしなかったんですけど、はい、なので、このかぶせ式のキャップになったっていうのもすごくこれメリット。大戸先生ね3年ぐらい前にもこのフィッシュアイ買ったんですけど、その時にはレンズキャップのね普通のこう一般的なカパッとはめるキャップとこのな、ま、側のこのホルダーがこれあの2つに分かれてたんですよ、 2way みたいになってたんですよ。でもそれが最近になってここね多分1年以内ぐらいにもう生産完了するっていうのにわざわざかぶせ式のキャップをね出してくれたんですよ、このシグマさんの粋な計らい。もう僕これに買い替えました、このキャップ。これすごくいいんですよ、ステンレスっぽいこの質感で、もう本当に上からこう被せるだけなのでワンタッチ。前はあの被せてレンズキャップしてたんで非常にこう面倒だったんですけど、それがこうワンタッチでできるようになったんです。で、この 15mm、ねという画角のフィッシュアイっていう風につく、
レンズは、俗に対角魚眼っていう風に言われてます。多分皆さん魚眼レンズって聞くと多分一般的なのはこれです。もう一つ 8mm の円周魚眼っていうのがありますが、円周魚眼って周りの画面の長方形の中の画面のほとんど周りが真っ暗で、真ん中にあのなんかビー玉みたいなのが入ったかのような感じで、この真ん中の本当に狭い範囲のところだけがこう魚眼の効果を得た、ぐるっとしたこう丸い絵があったりするわけですけども、これは対角魚眼、黒くなる部分は全くない、画面の隅々まで魚眼のあの歪みっていうのが活かせることができるのがこの 15mm のフィッシュアイです、うん、なのでこの魚眼の効果を楽しんで撮影するという時にはよっぽどねこう自分の中でこだわりがあるもの、ね、でない限り、この15ミリの対角魚眼っていうのは非常におすすめです。めちゃくちゃ使いやすい、うん、広角レンズ持ってる人もぜひねこの魚眼レンズっていうのは試してみてほしいんです。というのも超広角レンズって言われるものは、例えば同じ15ミリぐらいで、撮影したとしても周辺周りとか上下の歪みっていうのが全然違います。魚眼レンズの方が歪みが強く出ますね。超広角レンズっていうのは歪みをなるべく、最小限に抑えてあるのが超広角レンズです。魚眼レンズっていうのは全然そこの歪みというのは抑えてないですね、出し放題なんですね。なので、そういう意味ではですね、この、魚眼レンズっていうのは自分の目には見えない世界というのを撮ることができる面白いレンズの一つです、ね、なので、近づいても歪みが出ます。人の顔なんか撮ったらすごい歪みますね、なんかこう銅像とか何かこう物体によっても歪みますね。歪むんだけど周りの景色も広く入るから、すごくその背景の周りの情報も一緒に入るというこの面白さで、結構ねこのレンズ寄れます。最短撮影距離っていうのが15センチ、いわゆるカメラのイメージセンサーから15センチ近づいてもピントが合うよっていうのがこの 15mm のフィッシュアイのレンズになってるんですね、うん。でこのフードはこれ固定式になってますんで外れませんね、もうこのまま、一体化になってますね、このモーター、ね、レンズのオートフォーカスを動かすモーターというのは超音波モーターじゃないので、ウィンウィンってねしっかり音はしますので、動画撮影にはちょっと向かないかなと思いますので、まあスチールのね静止画の撮影用としてぜひ活躍するこのレンズになってますんで、そういう意味ではですね、まあ、ほとんどの方がね、動画ばっかり撮るよっていう方よりかはやっぱりこのチャンネル見てくれてる人は、写真をね撮る方の方が多いと思いますので、この魚眼レンズ、ね、非常におすすめです。これからね例えば、まあ、いつねこの外出自粛だったりとか、まあ、コロナのね、がどれぐらいで収束するのかって誰にも分かんないことですけど、ほらこの後はねアジサイも咲いてくるわけで、ね、花火大会、まあ、結構中止になるとこ多いけど花火を、ね、魚眼で撮っても楽しい、ひまわりを魚眼で撮って青空と一緒に撮ったらすごい爽やかな写真が撮れるし、ね、例えば海に行ってね海の水平線を画面下のスレスレに入れるとこういう歪みがねできて、すごくその臨場感あふれる写真が撮れたりだとか、ね、木の根元に行って木をね画面の対角上から入れたらその、ね、木の幹がぐわっと歪んで、ね、そして向こうに伸びていくこの枝先がさらにこのレンズの歪みの効果で広がりがある効果を出してくれるんですよ。これは、ね、標準レンズとか超広角レンズでは味わえない効果がこの魚眼レンズにはあるわけなんですよ。だからね、そういう意味ではですね、この魚眼レンズ非常におすすめです、ね。キャノンの EF マウント、ニコンの F マウント、それぞれアウトレットが1本ずつ出ました。なので、このね、レンズのアウトレット、1本ずつしかないです、ね、なので、ぜひね欲しい方はもうすぐにご連絡いただければと思います。そして気になる皆さん、気になるお値段ですね。気になるお値段の方ですが39,800円、消費税別、送料込みとなっております。39,800円、いやー安いよこれ。39,800円、限定1本限り、 EF マウント、それからニコンの F マウント、それぞれ1本限りとなっております。きちんとね、皆さん購入いただいた日から、メーカー保証はつきますので、新品ではない、まあ、ちょっとね、でも中古でもない、ね、店頭で展示品で使っていたものになりますので、多少のマウントのすれとか使用感はありますけども、新古品のようにですね、
ぜひ、安心して使っていただけるものになってます。メーカー保証もつきますので、ぜひこちらの方、皆さんのご注文お待ちしております。ご注文は大戸先生のツイッターの DM もしくはインスタグラムの方からメッセージいただければと思います。先着1名様ずつになっておりますからね。一応ねこれ EXDG って書いてあるんで、フルサイズ用になってます。フルサイズ用ニコンの方は特に3000シリーズとか5000シリーズ使ってる方はカメラ内のカメラの中にAF モーターないので、オートフォーカスは効きませんので、ご注意ください、ね、キヤノンの方は EF マウントであれば使えます。ただ APS-C のセンサーサイズのものは 1.6 倍になっちゃうので 15mm よりもちょっと画角狭くなりますので、その点ご注意くださいね。はい、ということで今日ご紹介しましたのはこの大戸先生のピックアップ付き、ね、このベタ焼き、大戸のベタ焼き、ね、大戸のベタ焼き、ね、皆さんの今ねお家の中で、お家の整理をしているたりする方も多いと思いますけども、その中でね写真のデータだったりね、皆さんの思い出という部分の整理をしているときにですね、あまだこれ残してねえやとかね、もうありすぎてもう選びきれないよっていうあの写真ね、作品でもいいんです。作品だって自分のこの作品をね映し出すことによって自分の、傾向がわかります。望遠側で撮るのが好きなんだな、広角側が好きだなとかね、結構こういう色味私好きなんだ、僕好きなんだとかね、そういう傾向がプリントにすることによってより見えてくるんです。写真の上達はたくさん撮ることだけじゃないんです。たくさん写真を見るだけじゃないんです。たくさんプリントをして自分の写真を見返す、振り返るってことが重要なんです。そのためにはこのね佐藤のベタ焼き、さらに大戸先生がピックアップしたこの一番ね大戸先生がこの写真にすごくいいじゃんっていうのを、ピックアップして A4 サイズに大伸ばしもしてくれるという特典がついてるね。こちらが5月10日までになっております。そして、2品目にご紹介させていただいたのがこちらの、シグマの 15mm のフィッシュアイのレンズ、こちらがキャノンの EF マウント、それから、ニコンの F マウント、それぞれが1本ずつアウトレットといいまして、佐藤カメラで展示品として使っていた、レンズを、価格をぐっと抑えて皆様にご提供させていただきます。まだこれ店頭に出す前に皆さんに先行で、ご案内してますから本当に早い者勝ちになっておりますのでね、欲しい方は、ベタ焼きの場合には佐藤カメラのオンラインショップ概要欄に載っていますので、この概要欄の方からぜひねお申し込みいただきまして、こちらのフィッシュアイ、15mm のフィッシュアイ欲しい方は大戸先生のインスタグラムのメッセージかツイッターの DM までご連絡いただければと思います。先着1名様だからね、本当にね、2人目だともう終わりだからね、はい、ぜひねよろしくお願いしますね。はい、ということで、今日の生だらでご紹介したこの2品、ご紹介させていただきました。ということで、MQ いきましょうね。本当にねこの大戸のベタ焼きが本当に前回好評だったんで、本当にね多分ちょっとまたもうデータあるよって人はねすぐに注文してほしいですね。このフィッシュアイもねかなり使い物になります。多分他のレンズに比べるとちょっと使用頻度って低いかもしれないけど、これがあることによってちょっと写真マンネリしてた人とか、そういう方はですねこのフィッシュアイを使うことによって新しい写真の世界へ導いてくれると思いますからね、ぜひデビューしましょうね。はい、ということで、使いキャメラさん、勝美さん、欅戸杉美さん、浩二平田さん、鏡しのぐさん、角谷220さん、ルートレス山崎さん、メリリアさん、七瀬さん、安弘池口さん、スリーキングさん、ともえさん、カニオンさん、達也渡辺さん、マサイモンさん、矢野ペンさん、リューバードさん、はい、佐野さん、葉月さん、秘密のあっこさん、クラッチ持つ三吉さん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 、くんくん、くんくんさん、黄緑一色さん、伊藤祐介さん、あ、桜スリングプロジェクトさん、桜さん全部見た MQ お疲れ様でした、楽しかったですって、ありがとうございます。なんかこう多分初めて全部見たいますね。かずやさん、中の人も MQ、はい、ラビディフェン終わってた MQ ね、惜しかったね、アーカイブ見返してね、ぜひよろしくお願いしますね。はい、使い決まるさん、中の人ダーリガガガガガイガおかしくなっちゃったのかなおかしくない、多分お家にいすぎておかしくなっちゃったと思いますね。はい、山形から来た佐藤ですさん、MQ いただきました。はい、という
ね、本日も生だらご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、あ、ブッチャーさんこんにちは、アンド MQ ってね、ブッチャーさんまたアーカイブ見返してくださいね。あ、本当だ、こんばんはだった、本当だ。ブッチャーさんどこにいるの？ブッチャーさん日本じゃないのね。はい、ということでね、今日のね生だらは、いつもの総会審を行っているこのスペシャルスタジオからね、お送りさせていただきました。やっぱりいいね、ここで喋るのって。なんかこうね、集中して喋れる、集中して喋れるっていうのは、いつもこの間友達さんも言ってたけど、やっぱお店でやってるとお客さんがこう目の前歩いたりすると、なんかこう大丈夫かなみたいな、周りにアソシエート誰もいねえなとか思いながらね、ちょっとこう心配になりながらやってたりするんですけど、ここだともう本当にこう伸び伸びとすることができるわけです。でもやっぱ中の人の力がないとここまでのことできないので、本当にね、中の人がいないとダメなんですけど、じゃあ一人じゃできないです、覚えないですねえ、はいね、ヤマックスさんお疲れ様です、ありがとうございます。葉月さん、大戸先生の桜スイングストラップって予定ないんですかってね。桜スイングの予定はないですけど、どうですかね。まあ皆さんの、でもちょこちょこ、逆にリスナーさんからオートスイング出ないんですかって最近よく言ってくれるようになって、非常にありがたいんですが、まあ皆さんもっともっと出ないのってせかしてくれたら出そうと思います。なんで俺の方見んの。まあ最終的に中の人にかかってるんで。いやいや、はい、中の人がいいって言っても桜さんが、いやちょっとあれは、まあ確かに、でもいやそれはないじゃん、その桜スリングって言わないでもらっていいですか。そこさ、丸ラスリングとか言ってもらっていいですかね。せめてって言われるかもしれない。僕が勝手に一人でなんかパクってる人みたいな感じになっちゃいますけど。いやいやいや、それはね、本当にまあね、皆さんにね、ミンクロさん、出ないか諦めちゃってんじゃんね。そう、皆さんのね、もっともっと温かい5000円がね、もっとこういただければね、リュウバイさん出ないんですね、わかりましたね。はい、まあでも出るかもしんないしね、出るかもしんないよ、うん、ね。上島さん、そういやオートスイングの話はどうなったのってね。桜さん、オートスイングかっこいいから、ぜひ皆さんの声を。そうなんですよ、本当に皆さんの率直な意見がね、ほら、しかも桜さん見てくれてるんだからね、ここでやっぱりね、桜さんのいるところ、大戸先生がいるところで、やっぱり大戸スリングかっこいいよね、欲しいよね、もう買うよ、もう今から予約しちゃうからっていう声があればね、もっともっと動いてくれる。でもね、あ、ラビディさん、中の人スリングの話は多分もともとなかったですよね。あるんですか、そんなの。中の人スリング、はい、まあ、作るとしたらあれですよ、ピンクの生地でメガネ柄のやつを。メガネ柄、あ、絶対ないでしょうね。それがない限りありえない。池口、あと欅さんも、中の人スリングも欲しいねって。欲しくないでしょう。ピンクの生地にメガネ柄ですかね。一歩間違えたら変なおじさんが着てそうな生地です。本当ですね。使い切れ皆さん、半額にしていただけたら買いますって。じゃあ桜井さん、その辺はよろしくお願いしますね。はい、ね、カメラさん、利益出ないからやりたくないってさ、桜井さん、段かなり本音が出ちゃってるじゃない、かなりお金の部分が出ちゃったらもうね、汚いからね。ミンコロさん、出ろ早く出せってね。はいね、ケーキさん、ビール柄でってね。裏表でね。そう、裏表でメガネとビール。まあ、イメージですね、確かにね。塚木原さん、中野スリングを買いますってね。メリリアンさん、用本もいらないなど、かぐみさん、やっぱりビール瓶柄とかってね。はい、サロモンさん、金の刺繍で全自動って書くんですか、かっこいいね、刺繍入れたら高くなるよね絶対ね。ああ、なるほどね、うん、金の刺繍で全自動、金の刺繍なんか入れたら桜さんが大変ですよね。刺繍ゴーとかーってやってくれるわけですよね。ね、一骨、ね、ガンチャンスリングいいねって。なるほどね、ポケモン柄ですよ、ポケモン柄でね。桜さん、中野スリングいいなって、もうオートスリングなんかもうどっか行っちゃってますよ。多分速攻メッセージ来ると思いますよ。もう多分今終わるぐらいまでに多分桜さんからね。ピンクの
ピンクの生地にメガネ柄があったらじゃあ声かけてください。そうですね、その生地が見つかったらそれは運命的な出会いですから。はい、あ、そう、ラビビさん、オリオンビールの柄の生地はありましたねって。そうなんだ。なんか随分ガンチャンスリングの方が人気あるんじゃないこれ。なんか先行き不安だねこれ。ミンコロさん、オートスリングも中のスリングも楽しみに待ってます。へへへ。グーフィーカラーでしょ、ガンチャンスリング。あ、緑。え、グーフィーって緑なの？グーフィー緑じゃないですか。なんか緑っぽいですよ、緑とオレンジっぽい感じの。はい、ね、葉月さん、オートスイングって行きでよかったのにってね。えぶっちゃさん、全自動って入ってたら欲しいなってね。いや、それはさ、でもさ、みんなそれ持ち歩きたい、全自動って入ってるやつ。ねえ、ちょっと恥ずかしくない、全自動は。ねえ、いやいや、よく背負ってていいよね、全自動を背負ってるくせによく言うよね。違う、今は僕慣れましたけど、うん、これ慣れるまで何ヶ月かかったと思ってんですか本当に。これでデビューして、だって11、12、12、3、4ヶ月の時にこれ来て僕 CP プラス行ったんですからね。来年 CP プラスがあったらみんなが全自動っていうのを。ああ、いいっすね。いや、僕のこの後ろに歩いてくる、本当爽快心みたいになっちゃいますね。CP プラスの会場が。オート先生の恥ずかしさをみんなにも味わってもらえる、はい、そうそうそう。で、あの会場で僕のオープニング流してもらって。すごい、そういう粋な計らいもね。いや、いいですね、いただけるとね。そう、これでこう歩ってくるみたいな。僕がこう皆さんを引き連れてこうやって歩くみたいなね。こうやって歩かないか。更新じゃそれ。いや、これ流してほしいな。で、この後ろのね、この全自動をね、皆さんこう見ながらね。はい、終わっちゃったんですね。はい。もげもげさん、こんにちは。ガンチャンスリングが出ると聞いて。いや、おかしいでしょ。おかしいからね、おかしいよね。はい、ということでね、今日の生だら、やっぱ中の人だとなんか長くなっちゃいますね、やっぱり、ね、なんで俺のせいみたいな。俺のせいじゃないじゃん、俺ほとんど喋ってないからね。俺ピンクにメガネ柄しか言ってないから今日。それぐらいしか発言してないよ。そっか、そっか、じゃあこれは僕のせいですね。さあ、ということでね、はい、今日もね、生だらご視聴いただきましてありがとうございました。ということで、また青戸先生の生だら、明日4月30日木曜日、4月最終日ですけども、明日も生だら行いたいと思います。ということで、今夜はね、ともよさんの、生放送もありますし、明日は昼間、オート先生の生だらもありますので、ぜひね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。生だら、はい、ということで、また明日のオート先生の生だらのご視聴は後でね。絶対これ中の人お好きないからこれ。オートで、オートでね。全然お好きないんだもん、全然。おわす画面見てないの。自分でこれやった方がよかったんかな、こうやってね。全然やればいい、やれば分かりましたよ。じゃあ、はい、コートでねってやった後に自分でそうやってやればいいじゃん。分かりましたよ。ということで、皆さんね、この2回目と一番苦しいんですよ。分かります、この同じので締められない、締めにくいさね。この同じことで締められないというね。まあ4月30日も最後になりましたね。そろそろ皆さんお家の中でのね、テーブルホットを慣れてきたんじゃないでしょうかね。ぜひこの魚眼レンズをでね、買って撮影してみたり、この音先生のね、ピックアップ付きベテ焼きを注文するためにデータ選んでみたりね、してみてください。そうしてみるとね、音先生が今までに生だらで紹介した商品がきっと欲しくなると思うんです。その時のご注文方法は後でね。これはいらないでしょ。失礼しました。やっぱり元気よくね、オートでねが言えるのは、もうオート先生すっきりしました。ということで、また明日もオートでね。